こんにちは。2022年7月11日です。暑い、休日出勤を終えて今お昼過ぎぐらい、まあ2時ですね、もう2時で2時、新潟市東区に来てます。ここはね、ボタン山初めて来たけど、ラーメン屋さんにこれから入ろうと思います。撮影できるか分かんないけど、本日訪れたラーメン屋はこちらです。麺屋大さん。このほら、いっていう字がほら、僕のいと同じでございます、駐車場は結構広くて何台も止められる感じですね。行ってみようか。このなんか真ん前にも止めていいみたいなんだけど、豚骨のお店みたいだよ。だいぶ結構あれだね、看板年季入ってる。あ、食券買うんだ。行ってみます。麺屋大さん、東京ラーメン賞ザ仕事人2019第1幕最優秀賞。その最優秀賞はどのメニューだったんだろう。行ってみます。あー、チーズ味噌担々麺とかめっちゃ気になる。どうしようか、めっちゃ悩むね。あー、チーズ味噌とか本当食べてみたいよね。チーズ味噌にしてみようか。なんか麻婆麺がね、人気ナンバーワンらしいんだよね。まあ、まあ、でもこれ食べてみたい。これあのね、これがね結構よく見かけんだよね。これしてみますよ、食べたいから。これちょっと高め、なんかいい雰囲気のお店ですね。メニューが貼ってあります。替え玉140円。替え玉があるんだね。無料サービス、紅生姜、すりおろし生姜、七味唐辛子、豆板醤、割りスープ、紙袋の割り箸。へえ。到着です。大盛りって感じじゃない感じがするけど、でも大盛りなのか。わ、うまそう。チーズ味噌担々麺、早速このまま、なんかこうかけたりするのかな。このまま食べますよ。いただきます。とろけるチーズ、濃厚な感じですね。うまそう。いただきます。めっちゃうまい。すごい辛いって感じじゃなくて、濃厚でまろやか、辛さはねほとんど辛くないもん、めっちゃうまい。チーズ効いてる。チーズがすごい美味しい。
本当買い玉欲しくなる感じもあるな。ね、太麺細麺選べます。僕は細麺、あの太麺にしたんだけど、もちもちで麺もめちゃくちゃ美味しかったですよ。うん、うまい。本来であれば多分一押しは麻婆麺なんだろうけど、ちょっとねこの担々麺、チーズ担々麺がどうしても食べたかった。うまい、すごい美味しい、つい飲んじゃう、最高にうまいですね。はい、めちゃくちゃうまかったですね。最高、これは美味しい。はい、うまかったですよ、とっても。ちょうどね、僕がまあ2時くらいに入ったもんだから最後一人になっちゃった結構なんかあんま喋れなかった、静かで。いやでも美味しかったですね。東区ってなかなかめったに来ないから、なかなかね来る機会がちょっと難しいんだけれども、前からねずっと来たかったんですよ。ここはね、バスの路線バス走ってるじゃないですか。路線バスのねこう側面だか後ろだったかねにね、宣伝でこう写真付きで宣伝が貼ってあるんですよ、バスに、路線バスに。そのねバスのこう写真を見て、それがね、その写真が多分僕が食べた、そのチーズ担々麺なんですよ。チーズと担々麺の、それがねやっぱどうしても食べたくて、ずっと前からね来てみたかったんですよ。なんで、まあ、来てみたらどうやら麻婆麺が多分推しのお店なんですけどだけど、まあずっと僕はそのここに来たらそのチーズ担々麺のね、その、まあ、それがチーズ担々麺だったかどうだかちょっとわかんないんですけど、書いてなかったから。ただその写真のものを食べたかったんですよ。その写真のものがどうやらここのメニューで見たら、そのチーズ担々麺だったんで、チーズ担々麺を頼みました。めちゃくちゃうまかったですよ。ちょっと930円というのがね、高めなんだけど、えらくね、高めなんだけども。でも、まあ美味しかった。そして平日のね、ランチタイム、この時間は、まあ2時、今2時に入ったんだけど、大盛り無料でした。ね。大盛り、まあ大盛りだったんだろうね。大盛りだった、大盛り無料だって言うから大盛りしてもらったんだけど。まあまあ全然、程よく食べられるちょうどいい量でした。うん、すごく美味しかったですよ。うん。まあ、麻婆麺も、なんか辛さによって値段が変わるって結構珍しいですよね。一番辛いと900円ぐらいだったかな。一番辛くないと700円ぐらいだったかな。ちょっと、ね、あんまり覚えてないけど。まあ僕が食べたね、濃厚チーズ担々麺は最高にうまかったです。はい、というわけでまあ東区にいるんで、まあこれからねちょっと新潟駅の動画なんかを撮ってね、帰ろうかと思っております。僕ね、新潟駅のね、リニューアル工事のね進捗状況っていう動画をですね、結構メインで上げてるんだけれども、そちらの方の動画もねぜひご興味ある方、ね、ご覧いただけるととても嬉しいです。そしてチャンネル登録、グッド評価、コメントなんかもね、入れていただけるととても嬉しい。はい、というわけでですね、はい、今日はですね新潟市東区ボタン山という住所らしいんですよね。ボタン山、ちょっとね武雄インターから割とすぐなんですけど、武雄インターってね、新潟バイパスのね、武雄インターというところから10分かからないぐらいかな。ちょっとね1本ちょっと奥まった道に入るんでね、若干分かりにくいかもしれませんが、まあナビでね僕も来たんで、まあ普通に来れました、一発でね。はい、というわけで今日はラーメン第3からお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。